人工透析中の半透膜の図。赤は血液、青は透析した液体、黄色は膜になる。半透膜とは一定の大きさ以下の分子、または4のみを透過させる膜である。半透膜を透過しない溶質と透過性を示す溶媒の形で半透膜を介して2つの濃度の溶液を接すると隔てて浸透圧が発生し溶媒のみが透過する。この現象を浸透と呼ぶ。 理想的な半島膜の場合、浸透圧は溶液のモル濃度に比例し、この原理を用いて、高分子などの分子量を測定することが可能である。実際に用いられる膜は、古典的には、フェロシアン化銅の沈殿膜、コロジオン膜、あるいは、膀胱膜などが用いられたが、今日では再生セルロース、アセチルセルロース、ポリアクリロニトリル、テフロン、ポリエステル系、 ポリマーアロイあるいはポリスルホンの多項質膜が用いられる。半透膜を介して物質が移動する場合、溶媒が移動する場合を浸透と呼び、溶質が移動する場合を透析と呼ぶ。生体膜など物質を選択的に移動させる能力を持つ場合以外は規模の差はあれ、透析と浸透は同時に進行する。透析は細胞生物学や生化学などの実験操作として、 しばしば利用される。例えば、生体高分子を塩石で沈殿補修した後に透析により脱炎したりする。生体においては、腎臓は排泄のために透析の原理を利用している。また、治療法としての透析療法は、記事人工透析を参照。物質の濃度差による浸透圧により、受動的に透析が行われる場合を、 拡散透析と呼ぶのに対して半透膜を介して電位をかけ、イオンを濃度的に拡散させる透析方法を電気透析と呼ぶ。浸透圧以上の圧力をかけると圧力による溶媒の弦外露化が化学ポテンシャルによる拡散を上回るので半透膜を通らない溶質が濃縮される。この現象を逆浸透と呼ぶ。逆浸透は海水の淡水化などに利用されている。 逆浸透に用いられる半島膜は記事逆浸透膜に詳しい。ありがとうございます。